はいどうも、キーポン21ラブ FK です。いやー、寒くなりましたね。12月になってしまいました。現在時刻は12月の、4日、19時46分ということで、この後私、アルバイトでございます。今日別の店舗に、応援に行くことになったので、ちょっと早めに行かないといけないんですけれども、そんなことは置いといてですね、置いといてっていうのもあれですけども、まあ今日は何を撮るかって言いますと、まあ、久々にちょっとですね、F 川刑事シリーズをまあやりたいと思います。ちょっとですね、怪談の新しいネタを仕入れてきたので、はい、久々にちょっと F 川刑事シリーズをやりたいと思います。これは私が知り合いから聞いてきた話です。これもちろん実話なんですけれども、今から1年半ほど前のことです。6月の半ばも過ぎて、もうすぐ梅雨も終わろうかという頃でした。私の知り合い、仮に A 君としておきましょうか。A 君は、バイクに乗っていたのですが、ちょうどその日はバイクを修理に出していて、台車になっていたそうです。A 君は台車が楽しくて仕方がなくて、雨上がりの峠へ繰り出しました。峠の中ほどにコンビニがあるんですが、その A 君はそのコンビニで、タバコを吸っていると、見たことのあるバイクがコンビニに入ってきたんだそうです。A 君の後輩の B 君です。二人はよーなんて言っちゃって話が盛り上がりました。すると B 君が、心霊スポットに行きませんかと言い出しました。 A 君は内心あまり乗り気ではなかったんですが、 B 君の手前断るわけにもいかず、しぶしぶ行くことにしました。二人が行くことにしたのは、峠から近い K というトンネルでした。この K トンネルは非常に狭くて長いトンネルで、入り口に信号がついていました。そして、K トンネルに着いたときに、その信号が青のときは、霊に招かれているから一度赤になるのを待たないといけないと言われています。ちなみにこの K トンネルというのはですね、まあ、関西でもものすごく有名な、トンネルです。私も何度か行ったことがありますが、まあ、非常にですね、気味の悪いトンネルでしたね。A 君と B 君は峠を下り始めました。前を走る B 君のシルバーのバイクの後ろを走っていた A 君でしたが、なぜだかふと今日はまずいかなぁと思ったんだそうです。 A 君はそのことを B 君に話しましたが、 B 君は聞く耳を持ちませんでした。何ビビっちゃってんですかなんて言って、先にどんどん進んでいくんだそうです。二人が軽トンネルに近づくにつれて、止んでいたはずの雨がパラついてきて、風も強くなってきました。 A 君はこれは本当にまずいだろうと思ったんだそうです。何か見えないものに、もう来るなって言われてるような気がしたんだそうですね。それでも B 君は止まりません。はい。A 君も諦めてついていきます。やっぱり A 君はね、嫌な予感が拭いきれなかったんだそうです。ついにトンネルが見えてきました。 A 君はバイクをこう運転しながらね、パッて前を見たんだそうです。そして信号を確認しました。信号はなんと青だったんだそうです。 A 君は路肩にバイクを止めて B 君に帰るって言うと、すぐにバイクを U ターンさせて K トンネルから離れていったんだそうです。 K トンネルを少し離れて少しした頃、 A 君はふとバイクのリアシートに誰かが乗っているような重さを感じたんだそうです。しかしミラーを見ても誰もいません。こう後ろを振り返ってね、もちろん確認するんですけど、やっぱり誰も乗ってないんだそうです。ただ A 君はですね、その後ろを振り返って下に視線をこう映した時にですね、ゾッとしたんだそうです。 A 君はその時、触るはずのない二人乗り用のステップあるじゃないですか、バイクって。特にその時 A 君が乗っていたのはマニュアルのバイク、ギア付きのバイクだったんで、二人乗り用のステップがきっちりついてるんですけども、その二人乗り用のステップがですね、出てたんだそうです。こう足を乗せるためにこう普段こう折りたたまれているその二人乗り用のステップがこう出ていたんだそうですね。 A 君はその時免許を取って1年経っていなかったので、後ろに人を乗せるはずもなく、もちろん台車なのでそういうこともせず、後ろに人を乗せることがないということは、二人乗り用のステップを触ることもないんです。にもかかわらず二人乗り用のステップが出ていたんだそうです。
もちろんそんな風とか振動とかですぐに出るような柔な作りにはなっていないんですよ。明らかに人間がこう手で触れてこう動かさないと動かないようになっていたんです。にもかかわらずステップが出ていたんだそうです。峠からね、軽トンネルに行くまで信号以外で止まってないですよ、もちろん。 A 君は恐ろしくなって急いで家に帰ると、あらじを用意しました。そしてエンジンにかからないように注意しながらリアシートに塩を撒いたというか叩きつけたんだそうです。こうバーンバーン。それから1週間後、 A 君のバイクが直ると同時に A 君は台車を返しました。 A 君が台車を返した後、台車は急に調子が悪くなって、一度エンジンを分解整備しても直らず、途方に暮れたバイク屋はお払いをしたそうです。すると今までの不調が嘘のように綺麗に治ったんだそうです。今でもその台車は曰く付きの呪われたインパルスなんて呼ばれています。ちなみにインパルスっていうのは鈴木のバイクですね。呼ばれているとかいないとか。ちなみにこの A 君っていうのはですね、実は私なんです。